皆さんこんにちは。今ですね、稲佐山山頂に来ております。前回は長崎駅前からロープウェイ前、ロープウェイに乗って稲佐山山頂にやってきて、今ここにいます。一度は皆さんに見ていただきたいものがあるんですけど、こちらです。はい、ここが稲佐山の山頂333メートルの場所です。今から早速展望台に行ってみたいと思います。では行ってきます。稲佐山展望台にやってきました。見てください、この眺め。いかがでしたか、稲佐山展望台からの眺め。ちなみに夜になるとこうなります。とっても綺麗ですよね。皆さんも長崎に来た際は一度は稲佐山展望台に来てみてはいかがでしょうか。ではまたね。やっとロペ。はい、ここが稲佐山の山頂です。はい、ここが稲佐山333メートルのところです。ここが稲佐山の一番高いところ、333メートルです。ちなみに東京のタワーてっぺんが はい、やっと稲佐山山頂に着きました。ちなみにここが長崎の稲佐山の一番高いところ、333メートルです。あの東京タワーのてっぺんと同じ高さですね。では今からはい、ここがですね、稲佐山の皆さんこんにちは。今ですね、稲佐山山頂に来ております。前回は駅前からロープウェイ前、ロープウェイに乗って稲佐山山頂で今ここに来ています。皆さんに見て、皆さんこんにちは。今ですね、稲佐山山頂に来ております。前回は駅前からロープウェイ前、ロープウェイ前から皆さんこんにちは。今ですね、稲佐山山頂にやってきております。前回は長崎駅前からロープウェイ前、ロープウェイに乗って稲佐山山頂にやってきております。今からちょっと見てもらいたいのがあるんですけど、いかがでしたか、稲佐山山頂。